ヘリー土屋の車の話。テリー土屋の車の話始まりました。土屋さん、はい、お願いします。いよいよですね、来ましたね、はい、そうです、やってきております。私たち今回はスタジオを飛び出しまして、うん、第40回東京オートサロンへとやってまいりました。来ましたね、ついに。お祭りお祭り。国内大手5つのメーカーのブースにお邪魔しようと思っておりまして、いいですね、はい、でそれぞれのメーカーの注目の1台を見ていきたいなと思っております。いいじゃないですか。それがですね、はい、なんとなくこういうふうに分けておりまして、はい、じゃーん、トヨタ、日産、ホンダ、スバル、三菱というふうにあるんですけれども、はいはい、うん、こうタイトルがいろいろありまして、うんうん、これに沿ったものを見に行こうかなと、はい、思っております。目的があるんだね、今日はね。もちろんです。僕は分かりやすいですよね。です、はい、ね。吉武さん、はい、お願いします。三菱のブースでございます。はい、ますね、はい、で三菱はですね、あの注目は世界初公開、圧倒的存在感を放つ SUV コンセプトカーっていうのが、まあ、こうテーマになっておりまして、はいはいはい、さあその車を見てみたいなと思うんですけれども、こちらですね、ですかね、はい、担当の、山根さんです。よろしくお願いします。デザイン本部の山根です。よろしくお願いします。これはこの車ですか。これはアウトランダーですか。そうです、アウトランダーをベースにしたビジョンラリアートコンセプトという車です。ラリアートってことは、はい、さらになんかちょっとバージョン的にはアップしてるんですか。昨年11月にタイで、うん、ラリアート復活を宣言しましたけれども、はい、ラリアートのデカールカラーリングを施した車が、タイの方で、はい、トライトとパジェロスポーツ出したんですけれども、はい、それと、近いカラーリングで今回このエクリプスクロスとアウトランダーを白に赤のアクセントとステッカーで出しました。それとは別の方向で新しい将来のラリアートのビジョンを探りたいということで今回出したのがこの車です。なるほど、かっこいいですよ。なんかこの辺が、いや実は私ですね、新型アウトランダー買ってるんですよ。おで、まだ実は来てないんですけども、僕がもう購入したアウトランダーとこれは全く違いますね。かっこいい。これめっちゃかっこよくないですか。この辺は、はい、フロントはですね、三菱のダイナミックフィールドのテーマを継承しておりますけれども、うん、そうですね、そうですね、はい、それを検証しておりますけれども、グリルとバンパーは完全に変えています。ここですね、はい、はい、でグリルはそのこれからの世代は電動化も考えていかなくちゃいけませんから、うん、そのテクノロジーを表現したこの立体的なグラデーションを感じさせる、うん、グリルとあとは力強いバンパー、これ、うん、そうですね、これはあの電動式フラップで、あこれく、はい、クリックのために 今動きませんけど、これ動くの、はい、これはあの閉まるというあんまりないですよね、こういうの。はあ、なんか DTM のマシンみたいですよ。そうですよね。直線行くとパタッと閉まって、空力を良くする。それを想定してます。はあ、これ電動。そうですね。はい、これはこれは、ディフューザーの表現で、まずリアに回って後で見ていただきたいんですけども、リアとのイメージを連動させています。なるほど。これフロントに結構風を入れたいんですか。はい、ね、軽流させて、はい、ドアのでこのまま後ろに行くみたいな、はい、風が、はい、でフェンダーはですね、力強い筋肉も表現して、はいはい、肩が50ミリフェンダーを走らさせて、それから22インチの大きなホイール、うん、22です。でかい、ホイールでかい。今のアウトランダーも実は20インチで、それでも実は国産初ですよね、こういうのではね、はい、20インチでもすごいのに、22は相当、22はね、すごい、まず高い高い、ホイールもタイヤも高い、ホイールも高い、で正直言って俺は20にいらないと思ってないでもかっこよくないですか。これはまあイメージコンセプトだから。あ、そうだそうだそうだ、これね、コンセプトか。これでさらに22のね、スタッドレスなんか買ったら大変なことになっちゃう。いやいやいや、もうとんでもないことになっちゃいます。とんでもない。そうなんだ。あ、本当だ、ここですね。わ、かっこいい。あ、なるほどね、はいはい。あ、こういうのいいですね。後ろがこう空気がにまっすぐ逃げるようになってる。でこのメッシュの中にエキゾーストパイプが施してるんですけれども、これ P ヘブなので、はい、
そういう、清流であるとか、あとはそのパイプもあることで両方とも両立させている。それから普通はスポッターであるとメッシュっていうのはまあ普通にドライにメッシュなんですけども、うん、ここはこういうグラデーションを配することで、あのアーティスティックな表現をしたいなと思います。ラリアートにするってことは、はい、例えばスポーツ性とか動力性も変わってくるんですか？そうですね、これは変えていくということを想定したコンセプトがあります。これは売る予定はあるんですか？それはこれからアメリカのアンダースタジオ、まだわかんない、はい、でもあれですよね、アウトランダー実はものすごく売れていて、当初あれですよね、1000台ぐらいの目標だったやつが今もね7000、8000台という予約が入っていて、おかげさまで。そうですよね、はい、ですから私もですね、去年の暮れに、サインしたんですけども、おそらく来るのは3月、4月っていうふうに言われてますよね。でそれだけもう、三菱市場始まって以来の大変ご評価ね、売れ行きっていうふうに言われてるんですよね。そうか、これはいいですね。ありがとうございます。まあ、22インチのタイヤやりすぎだと思うけど、いやもう、見るにはかっこいいですよ。見るにはかっこいいね、なんかちょっとね、ボディの色もですね、マットブラックにこうブルーのフレークを施していて、迫力の中にもこう上質感を表現して、このボディサイドのステッカーなんですけど、うん、これ実は砂ぼこりをイメージしてまして、このラリーのイメージを継承させたいな。これ内装は？内装もカラーリングを黒にベースに、メッキの部分は、ダーククロームにして、おお、かっこいい。中はあれですね、色を変えてないんですよね。ほら、あそこのあれですと、ほら、なんか茶色にするじゃないですか、うん、ああいう感じで。あ、そうです、大体ブラックに、全体ブラックにシックにして、メッキの部分をダーククロームに入って。これワクワクします、テリーさん。え、かなりワクワクしますね。これはワクワクというか、もう売らないからな、まだねえ、まだ。これもあくまでコンセプトかですから、我々からしたら、うん、ラリーアートが復活したぞっていう卸しだと思いますよ。そうですね、嬉しいじゃないですか。そうですね、もうラリーアートっていうのは三菱の、もうそれこそね、三菱はどっちかと、ラリーで、うん、パリ高とかね、ラリーでやっぱり名を馳せてきたから、うん、まあ、ラリーアートってやっぱり、まあ、なんか水戸黄門の印籠みたいなもんだから、うん、そうそう、これだぞみたいな。そうそう、もうだから三菱ファンから見ると、うん、ラリーアートってついてるだけでドキドキする。なるほどなるほど。そうですね。山根さん、はい、紹介させていただいたんですがですね、私ずずしいとこもあるんですよ。はい、そうですね、まあ実はこの何かね、視聴者にですね、お土産みたいのがあると嬉しいなと思ったんですけども、はい、ささやかですけれども、はい、ミニカーを、めちゃ可愛い車プレゼント。いい、これアウトランダーの？はい、あ、かわいい、かわいい、アウトランダーのミニカーすごい。めっちゃかわいい、これ。ほらほら、かわいい、かわいい、かわいい。ね、いいじゃん。いいですよ、ほら、ほら。欲しい、これかわいい。で、これいただけると。視聴者プレゼントで、ありがとうございます。これ何ですか？すいません、はいはい。ありがとうございました。どうもありがとうございました。頑張ってください。どうもありがとうございます。ルーツチャンネルでは、放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひ、チャンネル登録、お願いします。